18-1。宗助は一風の紹介状を懐にして山門を入った。彼はこれを同僚の知人の何がしから得た。その同僚は役所の往復に電車の中で洋服の隠しから再婚譚を出して読む男であった。こういう方面に趣味のない宗助は、もとより再婚譚の何者なるかを知らなかった。ある日、一つ車の腰掛けに膝を並べて乗った時、それは何だと聞いてみた。同僚は小型の黄色い表紙を宗助の前に出して、こんな妙な本だと答えた。宗助は重ねてどんなことが書いてあるかと尋ねた。その時同僚は一口に説明のできる格好な言葉を持っていなかったと見えて、まあ全額の書物だろうというような妙な挨拶をした。宗助は同僚から聞いたこの返事をよく覚えていた。紹介状をもらう4、5日前、彼はこの同僚のそばへ行って、君は全額をやるのかと突然質問をかけた。同僚は強く緊張した宗助の顔を見てすこぶる驚いた様子であったが、いや、やらない、ただ慰み半分にあんな書物を読むだけだとすぐ逃げてしまった。宗助は多少失望に緩んだ下唇を垂れて自分の席に帰った。その日帰りがけに彼らはまた同じ電車に乗り合わした。さっき宗助の様子を気の毒に観察した同僚は、彼の質問の奥に雑談以上のある意味を認めたものと見えて、前よりはもっと親切にその方面の話をして聞かした。しかし自分は未だかつて三千ということをした経験がないと自白した。もし詳しい話が聞きたければ、幸い自分の知り合いによく鎌倉へ行く男があるから紹介してやろうと言った。宗助は車の中でその人の名前と番地を手帳に書き留めた。そうして次の日、同僚の手紙を持ってわざわざ回り道をして訪問に出かけた。宗助の懐にした書状はその折席上でしたためてもらったものであった。役所は病気になって10日ばかり休むことにした。お米の手前もやはり病気だと取り繕った。少し脳が悪いから1週間ほど役所を休んで遊んでくるよと言った。お米はこの頃の夫の様子のどこかに異常があるらしく思われるので、内心では始終心配していた矢先だから、平勢煮え切らない宗助の加担を喜んだけれども、その突然なのにも全く驚いた。遊びに行くってどこへいらっしゃるの？と目を丸くしないばかりに聞いた。やっぱり鎌倉編がよかろうと思ってる、と宗助は落ち着いて答えた。地味な宗助とハイカラな鎌倉とはほとんど縁の遠いものであった。突然二つのものを結びつけるのは滑稽であった。お米も微笑を禁じえなかった。まあ、お金持ちね。私も一緒に連れてってちょうだい。と言った。宗助は愛すべき細君のこの冗談を味わう余裕を持たなかった。真面目な顔をして、そんな贅沢なところへ行くんじゃないよ。禅寺へ泊めてもらって1週間か10日、ただ静かに頭を休めてみるだけのことさ。それも果たして良くなるかならないかわからないが、空気のいいところへ行くと頭には大変違うとみんな言うから、と弁解した。それは違いますわ。だから言っていらっしゃいとも。今のは本当の冗談よ。お米は善良な夫にからかったのを多少すまないように感じた。
宗助はその明くる日すぐもらっておいた紹介状を懐にして新橋から汽車に乗ったのである。